はい、ちょっと久しぶりの報告なんですけどね、お花の状況です。ちょっとブルースターがちょっとそろそろしんどくなってきたかな。葉っぱはね、まだ全然元気なんですけども、ちょっとお花がもう枯れてきた感じですね。一応お水を変えたりとか、お世話はしてるんですけどもね。はい、こんな感じですね。で、新しく買ったお花、これまた恒例の名前はちょっとわからないんですけども、ちょっとね、これも何日か前に買って、ちょっとあの動画全然撮れてなかったんで、日にちが経ってちょっと花びらがね、ちょっとシワシワなってきちゃったんですけども、これもね、なんてお花なんでしょうね。なんかこの葉っぱの部分とかね、なんか野菜みたいな、なんかほうれん草みたいな感じで食べられるんじゃないのって思っちゃうような感じの葉っぱなんですけどもね、茎もすごい太いんですよ、これ。すごく立派な茎ですね。こちらもずっとね、元気で咲いていてくれたらいいんですけども。ということでね、ちょっと僕はもう今日今から仕事なんで、そろそろ家を出ないとダメなんですけども、はい、ちょっとお花の報告でした。続きはおそらくね、また、まろみの動画をね、つなげていくと思いますけども、はい、ではでは行ってきます。さあ、まろみご飯入れるで。まちゃん、パパがご飯入れてくれるって。今日はね、特別にミーミーも一緒にあげて、お、あげましょう。モーニングやんか。モーニングセットにしたるわな。うらやましいな。入りすぎた。うん、うん、よし、んで、あ、チュールあれへん。チュールあるかな。ないか。ラスイチ。あ、あったあったあった。ギリギリ最後の1個が。はい、朝ごはんの時の薬は血圧降下剤、4分の1かけ。ちっちゃいちっちゃいやつ。ほんで、強心剤2分の1。朝ごはんはね、この2つをあげてます。ミミはみんな大好きこのミルク、よく売ってますね。これのシニアのやつをね、あげてます。これをね、これは 15g。 はい、よし、できたよ。はい、薬も入って、ご飯はね、シュプレモの 9g で、ミーミーが 15g。 ミーミーの方が重たいんやな。グラムで言うと。そうやな。あ、これ片手で持っていかれへんから、ちょっとお盆に乗せましょうか。じゃあ、マロミのフードはこれですね。はい、まちゃん、モーニングプレートできたよ。できたって。ペロシちゃん、おいで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 。はい、まろみ、よし。お、耳からいきますね。あら、お、いいよ。ちょっと戸惑っとんじゃん。朝からええのってな。耳減らしてもよかったんじゃん。ちょっと多かった。いいよ、よし、よし。あれ、耳で満足しちゃったかな。あれ、ちょっと多かった。いいよ。そう、とりあえずこのね、薬だけでも言ってくれたらもう OK なんですわ。よしよしよし。はい、行きました。待って、食べや。行こうとしたけど、お腹膨れたか。
食べたか。あら、綺麗に食べたやん。はい。よっしゃ、いい子だね。落ちてないか。くん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 。うん、いい子だ。オッケー。ごちそうさまでした。食後の甘え。よしよしよし。あれ、まるちゃん。ん？今クソついとうで。あ、そう。まだ朝やからな。起きたてやからな。起きたては目くそついて当然や。そうや、人間も犬もそうや。あ、こらタン、あちゃん、あ、こらタン、あれ、どこ行きょん、どこ行くん。こら、あ、うんこか。え、ちゃうか。なんか、ん、うんこしそうな気もするぞ。ちゃうか、さっきしたけどな。うん、メロミおいで、おいで、おいで。何よその顔。まちゃんおいで、おいで。目クソ取られるん嫌な。こい、まるみこい、こい。なんでやねん。まーちゃんのまーま。まるみこい、うん、こい。なんや、反抗期か。反抗期来たん。遅咲きの反抗期みたいな。なるみん来い、来い、おいで、来い。ほや来たね、うん、よしよしほな、みやね、うん、取ってもらおう。取ろう、めちゃめちゃくそ買ったん。え、そうや、そうや。よし、大きいほらつけて、また恥ずかしい。んほら、取れたよ。カリカリの、あ、こんなとこついた。ね、なんか黒いのついた。よしよしよし、ねえねえ、ちょっとね、出て行ってがないな。ね、そうよそうよ、オッケー。ほら、ぴっぴさなた、ぴっぴさなた、甘えさせてください。変わった。スポッと変わった。何やそこの足。これめっちゃおもろい。頭埋まっとる。うん、うん、よしよしよしやな、ね、かわいい声聞こえたかな今の。ねえ、まるちゃんな、一生懸命食べたな。登るの、うん、どうした。はい、はい、上連れてやってください。上行くか。なら、まあ、ちゃん、パパとママご飯まだやるの。それで、とりあえず上一回行こうか、うん、はい。